はい、というわけで今回はコールオブデューティ MW に大型アップデートが来まして、シーズン1到来ということで、早速ね、実況プレイの方やっていくんですけども、すいません、ちょっとね、マガレツくんと前日飲んでて、で、アップデート来るの分かってたんで、もう軽めに飲んでたんですけど、もうその後、オパスさんとマロくんっていうね、もう荒野行動で今一番再生数持ってる人で、月間1200万ぐらいかな、まあ、っていう、まあ、超大手の人と宅飲みしいので、喉焼けちゃいました。すいません。基本的にアップデート来るのって大体分かるじゃないですか。で、その前日ってお酒も軽くするんですよね。いつもと声違うと思いますが、早速ね、実況プレイ。地震来た！え、確か今日も地震何回か来たんだよね。一回来たのかな？そう、二回目っていうね。で、三日前も一回大きいの来たんですよ。はい、ということで、今回ちょっと、まあ、大型アップデートシーズン1ということで、バトルパスが追加されましたね。はい。まあ、こういう形で腕時計だとか、キャラクターですね。で、プラス、新武器が追加されましたね。はい。まずこちら、タボールですね。よいしょ。まあ、タボール追加されたのいつかな、最後。まあ、最近だと、IW がま、これに近いような形の銃があったかな。で、プラス BO2 の時にマイクロタボールっていうね。まあ、これのま、コンパクトサイズですね。そちらの方があったので、結構ま、皆さんも知ってる銃かなと。ただま、最近 BO4 とか BO3 とかでは出てきてないので、まあ、リメイクはされてないんですが、今回ね、MW の方で登場と。で、そしてライトマシンガンの方に、よいしょ、こちら、G36C ではないよね。はい。まあ、G36 さんの、金玉マガジンタイプですね。いやー、おしゃれ。いや、これ普通にさ、LMG として登場なんですよ。普通はこれアサルトライフルの登場なんですけど、まあ、マガジンがね、特徴的というか、まあ、弾数あるから、ちょっとまあ、ライトマシンが、分体支援火器って形で登場って形だと思うんですけど、いや、ありがたいよね。いや、もうやっとですよ。もう G36 さんはね、もうみんな待ってたんじゃないかな。いや、ファン多いよね、普通に。多分タボールよりも多いと思う、 G36 のファンは。はい、ということでこちらも多分ねカスタマイズ次第でまあ普通のショートマガジンに変えてアサルトライフル運用みたいな、バルルも切り詰めて、G36C に、ゴミ虫にすることができるみたいなこともできると思うので、そこら辺もねちょっとうまいことを解説していこうかなと思います。とりあえずまあバトルパス買っていこうか。でティアの方が100までかな、ここですね。はい、バトルパス、お、バトルパスバンドルとかなんかありますね。購入中、いきます。はい、これでティアをアンロック。いいね。エフェクトかっこいいよね。おー。結構いくね。え、この段階でさ、もらえてるよね、G36 さん。あ、見れそう。おー。あ、ショートバレルありますね。で、弾薬の方も30ラウンドにして。おはははは。完璧だな、これ。LMG で追加する必要あったかっていう。だけど、アタッチメント数若干少ないね、やっぱり。さ、では、ラム7ですね。よいしょ。こちらもちょっと購入していきましょうか。これで、新武器が無料解放されたと。さあ、ちょっとアタッチメント見ていきましょうか。よいしょ。まあ、グリップの方、アンダーバレルの方はそこそこあって、バレルの方がコンパクトに、軽量拡張か。なるほどね。マイクロタボールができると。これは多分マイクロタボールだよね。で、弾の方が、45発拡張だけか。あれだね、やっぱアタッチメント少ないですね、若干。バレルも3つで、ストックも3つで、グリップ3つ。マガジン系がやっぱ少ないのがちょっと痛いところかなということで、まあ、新武器っていうところもあって、まあまあ、グレードダウンはしてますけども、まあ、それでもね、全然、アタッチメント数は過去最高の、数を誇ると思いますので、こちらちょっと使ってね、やっていこうかなと思います。これからもね、ちょっとコールオブデューティ MW の動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ということで、20プレイヤーチームデスマッチ、ガンランナーやっていきたいと思います。で、一応まあ、性能の方を比較してみたんですけども、フルオート、現状フルオートで撃てるアサルトライフルの中で一番レートが速かったですね。うん、更新されました。なので、割とまあ、真面目に、最強枠なってくるんじゃないかなと思ったんですけど、まさかの途中参加でとんでもないことになってると。いやー、大変ですね。やっていきましょう。一応まあ、こういった形のレートですね。で、リロードがこういった形。ブルパップならではの、タクティカルリロード。いいですね。この、グリップ、この握ってるグリップのところよりも、後ろでリロードするって、おしゃれだよね。まあ、普通にレートが速い系の銃なので、悪くはないと思うんですよ。そう、瞬時系じゃないですか。そういったところ、悪くはないと思うんですけど、アタッチメント数がちょっと少なすぎたんで、そこがまあどう変わってくるかですよね。ほんともう今作アタッチメントによってだいぶ変わってくるので、そこら辺がね、ちょっと開幕少ないっていうのが分かっちゃった分ネックかな、とは思いますね。さあ、ということで、引き続き20プレイヤーチームデスマッチやっていきたいと思いまーす。と。いや、マップもね、いろいろと追加されてるんで、そちらの方でも動画撮っていきたいんですけども、とりあえずは今回新武器系なので、よいしょ。まあ、こちらのラム7を重点的に、紹介していくんですけども、とりあえず1キルさせていただいて、リロード早い早いというかかっこいい。
後ろ、大丈夫かお前、いた、ちょっと当てた、ナイス、いいね、やっぱレードが入ると瞬時だね。パーソナルレーダー出していきますよと。タボール懐かしいなね、もうこの形が懐かしいし、タボールってなんだろうね、なんか BO2 のそんなにこう強い武器ではなかったんですよ。そう、結構ネタ武器、まあ全然ブレないんで強いっちゃ強いんだけど、危ない、ふぅ、駆け引きに勝っていくスタイル。そう、強いっちゃ強いんだけど、AN キヨンとかスカーっていうね、もう最強最強、もうアサルトライフルがあったんで、あんまり誰も使わなかった。他が強すぎたあの時は。いやー、待って、奥で見てんな。こういう時さ、スモークで、なんとかすりゃいいんだけど、味方それ大丈夫、支援でスモークたくよ。味方のカバーしよっか。味方やられてるー下がります。いや、マジさ、ここさ、こもられたら勝てないんだよな。ストッピングパワーダウンオンラインで。ナイス、味方カバー、いいね。いや、EMP 来てんな、これ。来た。オッケー、ナイスカット。さあ、巡航ミサイルまで溜まったので、出していって、この最悪で芋ってる、クソ、芋、SR を殺します。なるほどね。こういう感じか。陣形的には左の方に履けてるんですけども。とりあえず、まあ、ここの手前のやつを殺しましょうか。お疲れ様。は？巡航当たらないだと？味方大丈夫それ。死んだ？死んだ臭いね。やべえ、EMP ぶつけられた。ちょっと当てたよ。あ、いいね。味方と一緒に裏ドリング。多分、リス変わりましたね、これ。リスが変わったので、しっかりと対応していきたいところ。ストッピングパワーダウンオンラインで。いいね。もう、やっぱ、レート早い銃と、多分、ストッピングパワーの組み合わせが、最強最高なんですよ。いたな、さっき。ちょっと、いやらしいところから、シングして、いくんです、ナイス。さあ、そのまましっかりと詰めていきの、建物の中、敵いますか？二階いそう。って思ったら、味方が言ってくれた。来るね。オッケー。待って、まだ2回いんのかよ、これ。怖え。オッケー、ナイス。リロード。いや、やっぱね、レート早い系の銃なので、こういう至近距離系ですね。のマップであれば、結構猛威振るってくれる感じではありますけども。いた。ナイス。いけるかなぁ。スモーク焚いて。いやー、いた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 。これさ、タボールの限界見てみましょうか。タボールの限界。あ、いけんじゃん、普通に。レート早くても全然、溶かせられるよ。られるよ。てオッケー、テルミット食らっている。で、しっかりとテルミットキル入ったからの奥で芋ってるやつはいない、いた。ストッピングパワーダオンラインで。来るね、多分。バレてるけど勝てる。マジ。いやー、なんだそれ !C4 くっさ。さあ、2回目の巡航ミサイルいきまーす。いや、こもってんなー。こういう風にさ、固まられると、確かにストストは気持ちいいだろうが、そうじゃないんですよ。ダブルキルコース。トリプルキル、ありがとうございます。まあ、全然強いね。うん。なんか、個人的には、M13 の方が扱いやすい気もしなくもないんだが、シュートハウスみたいなね、もう、脳筋ゴリゴリ突みたいな、マップであれば全然ありかなとは思いますね。て、テルミットからのスモークソチ焚いといて、こっちから入っていきましょうか。いいね、テルミットダメージ食らっている。これ開かへんのか？危な！ 1 キル？で、回り回って、2枚目！あー終わっちゃったー！ということで、まあまあ途中参加にしては全然あれなんだけど、けどやっぱまあ、チーレスっていうかまあやっぱここのマップはあんまり評価良くないよね。はい。いやまあ、非常にまあ、キルレは取りやすいんですけど、やっぱりまあ、突撃はできないよね。もう、突ったら負けるって分かってる中、突れないっていうね。まあ、そうだな。まあ、性能的に、初期ステータス的には非常に優秀なんですが、やっぱりアタッチメントの少なさがちょっと目につきますよね。頼むから、もうちょっとね、拡張マガジンだとか、まあ、5.56 弾じゃなくて 7. とか 9mm とか、そういったちょっとね、変わったカスタマイズが欲しいですね。はい、ということで、今回はこちら、マイクロタボール、シムキ紹介させていただきました。またね、ちょっとレベルの方を上げて、マイクロタボールカスタマイズ、みたいなことしようかなと思いますので、もしよろしければ、そちらの動画ね、通知が届くようにチャンネル登録と高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 出会った、ゴールゲッチュー。あんな言えば、お前。あれ、カウンター出せない、出せないのか、いや、希望来い。フラグオンラインは、からの、後ろ下がれ。お、倒した、池田、やった。これ何、何これ何、スパイダー、雲の皮。やめろー、何も気が動かない。駐車止め。うわ。
マジで嘘、お前がちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん全然見えへん。